どうやめ。やべえし。まあ、変わるんですね。アメモプラス。はい、膝に手をつくな。シャキッとせ。え？シャキッとせ、お前ら。はいはい、インターバル3秒だけ。はいはい、今。はい、はい、行くぞ。はい、はい。はい。で、でも、まあ、この後自主練やけども、お前ら、全員 TBB100 本だけやれ。バーバー。出ないと、お前、こんなチームあかんよ。さっき走ってるの見たけども、全然あかん。あっこ。ね。くっこ。お前。お前。お前、お前。はい、しっかりやれ。バル。あって。お前、準備しとらんや、資料とか、お前。ボールも。バーバル。イレベージも。お前。電気一緒じゃ、お前。そうだ。はい。手を組まへんか。手を組む。先生は正直、この追い込み期間で学園長からボーナスもらいたかっただけや。バル。そこで、お前の存在が邪魔やった。お前のことや、練習サボって手抜くし、みんなのモチベーション下げるチームの害悪。そこで、お前はそのまま、怪我してることにしよう。おや？お前一人は落差してる。だからみんなの追い込み期間の邪魔をするな。どうや、悪い話はないはずや。バル。あいつらを騙すなんて。よろしくお願いします。オッケー、ちょっと決まれば行こうか。はい。ちょっと、塗り薬しかもらってなかったんで、ちょっと薬局行って包帯だけ。包帯買うか。はい。お願いします。お願いします。よし、もう一回出るぞ。よし。よっしゃー。はい、よろしくお願いします。お荷物で。はい、お願いします。はい、よいしょ。はい、よし。いい、ごめんなさい。よーい。アメプラ町内か。バル。な。うっす。お前らの思いをどれだけぶつけれるか、そういう風取り聞かないちゃうの。見てさ、声がええよ。この声。なんでこの声がお前ら出ない。うっな、この返事。うっ吐き。うっもう、大きい声で出しとるやないか。うっあれうっそのお前らの中でな、どれだけこの回して。うっ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 気持ちを作っていくかっていうのが大事やけども。うっ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 ぐーっとうるさいよお前。うすうすうすうさおみたいにや。なめちょんか、耳障り。お前の声やがましい。ほんでお前スクワットしかしてへん、青みたいに。意味あるそんなスクワットして。わからん。だから下手くそやねんやけ。バル。キッシュは作るし。な。しょうがない。ずっと思ってたよ、お前うるさいなって。先生は。怪我してるのに
監督、間に合いました。あいつはちょっとやそっとでエラーしない。チーム一、いや日本一のサードになったかもしれません。ああ、よくやってくれた。サードに打球が飛んだ。オレイ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 。あかん、あかん、前髪目に入った。ああ、あかん、あかん、えぐい、目に入った、えぐい、汗汗、えぐい、汗汗、ああ。レギュラーとポジションと打撃と全部戻ってますから入れといて。そうですね。前だけ目に入っとるって。あー、やばいやばい。髪の毛切れ入れといて。あ、ナイス。あ、武蔵出ろ。ちょっとサード入れ。お前も来なくていい練習。おはようございます。よし、呼んで。よっしゃ、一旦練習ストップ。はい。あれだお前ら、野球人の前に一人間として、問われる問題です。そこのね、入り口のところにバナナの皮、ポスターで撮った。どれやとんねん。ほんなもん野球部しか取れないよ。え、人間としてよ、ほんなもんお前。ええ大人でな。違う。ほな先生も、あの犯人探してるのはもうしんどい。自分から言う。分かってるやろ。自分から名乗れ。自分から名乗れ言うとんねん。自分から名乗れ。自分から名乗れ、翔太。あれ、どうせお前やろ。なる。え、いや、女も僕やってない。お前しかありえへん。なる。いや、いや、お前こんなん絶対お前や。なる。日頃のお金で分かんねえ。しょうがない。キャプテン、どうも。キャプテン、そうかです。なる。なる。いや、僕やってないっすよ。日頃のお金、お前走ってこい。いや、僕。はい、捨てて。はい。お前がスター選手だからちょっとキープしすぎちゃう。まあせん、ちょっとまあちょっととかもちゃうわ。もうアホか、マジ気象にやけど。お前たち、尾崎にはボール拾わせない。暇すぎ。腰に負担かかってな、怪我するから尾崎にやめとき。いや大丈夫、気象に入る。いやいや、今は絶対尾崎に怪我させるわけにいかない。向こうのチームの監督に迷惑だから、尾崎座っとき。お前拾え、お前が。なるほど。はい、最後にキャプテン、何かありますか。はい、まず今日は練習を舐めている3年生がいて、とても残念やった。なる。1年生たちにはほんまに申し訳ない。おいお前。はい。お前に言うてるやつ返せ。なる。なる。はい。俺は1年の頃からずっとレギュラーで活躍してるお前を見てほんまに悔しかった。これは俺だけじゃない、俺らの代みんながレギュラーで活躍してる姿を見て悔しい思いをした。でもそれだけじゃない、期待もしてた。こいつならきっと それが2年経ってこの前に休むか。えらい差がついたの。俺はキャプテンで、お前は落ちこぼれ。お前がサボってる間にも、俺はずっとチームのことを常に考えて動いてきた。きっと監督はそんな姿を見て俺のことをキャプテンに任命してくれたんやと思う。あ、違う。あれ、あ、違うよ、それ
違うって、うん、ね、君あの名前がちょっと覚えにくいからでキャプテンにしといてね、覚えんでキャプテンって呼べるし、うん、それだけ、なる、そこだけ勘違いないな、はい、頑張って、チームのことをちょっと、ま、みんな見てたんですけど、まあ、あんまりどうでもいいっていうか、できんだ。おや、もろの用意もできない、練習態度も悪い、お前何のためにうち入ったんだよ、はい、女の子にモテてえから入ってんじゃねえのか、あの子なんで怒られてる、野球が好きで入ったのか、あの人なんかチームの水分用意して書かれたのに、なぜか午後の工場に向けて 500ml 用意したらしいです。怒られてんだろ。え、なんでうまく怒られることもできるのか、美味しくて喜んでもらえると思ったらしいです。おい、何ができんだ、お前本当に野球やりてえのか、その気持ちが見えねえっつって。やめんだよお前、やめろ。続いてご指南、アメプラナップサック。あ、めちゃくちゃいい、グリエル、めちゃくちゃいいですね、実用性もあって、これ使い勝手の良さをちょっと考えて、便利っすけど、これは欲しいです、うん、もう何でも入るか、はい、スパイクも入るし、シューズも入るし、確かに、まあ乱シュートシューズ二足入れんな、あ、そうですね、そんだけの容量も入るそうです。あ、そんができるし、グローブも入るし、はい、着替えとかも入るしね、はい、ほんであのデザインも可愛いから、私服にも合うやろうしな。私服とは合わんなる。え、いや、ナップサック私服って、いや、それはあかんよ。なる。視聴者さん、それ真に受けて友達にバカにされたらどないすんねん。いやいやいや、部活とかスポーツとかにはええけど、私服ってよし、2500円、たーたー、え、ナップサック2500円、え、そんなナップサックってなんか買った時の思わず毛とかについてくるやつちゃうの、え、いや、ほいすけ、それは頼むね、お前、どないなってん、2500円。なる。ねえ。ねえ。今な、グッドええ感じやねん。なる。なる。ねえ。なんでお前みたいな緩いさ、販売欲を。バカじゃん。狩るようなな、緩キャラがおる。なる。なる。なる。え、新しいロゴ決めてな。やっていこうでやっとんねん。なる。え、知らないやろお前、最初のね、あのユニフォームシャツを安くするためにはこの辺であげてからあかんで、そういうもんやねお前、商売ってのは。なる。え、ガブと食うやつはこれだよお前。あれ、制作会議がお前なんや、短いとか言うてややってるやしっかりと。なる。なる。せやも、ね、キャップもお前高い言うてな、いらんこと言うな、もうキャップなんてお前使用者さんお前どうせ坊主ばかりから買いよんねん。なる。あれちゃん、監督が最近から変なもんじゃん。しょうがないやつやろ。何書いてる？83期記録、ショータ、サンルーシー、打撃面での無駄を減らした肘の高さに安定感が出てきた。彼の中で少しずつもがいてるんだろう。ジュン、一塁手、チームのムードメーカー、小技が上手くてセンスがいい。何とかして彼の中にある野球熱を呼び戻したい。責任は指導者である私だ。日野投手、コントロールはチームトップレベル、ストレートにも伸びが出てきた。あとは決め球の変化球を磨いていきたい。私も勉強は必要だ。雪村、左翼手、安定感がある。もう少し長打力が欲しい選手。足腰のトレーニングを増やすと化ける可能性が高い。何より友達思いのいいやつだ。モチベーションに波はあるけど、ポテンシャルの高さがある台。正しい努力へ導いてあげると必ず実を結ぶ豊作の台。頑張るか。頑張ろう。
よし、行こう。よし。You are all that I need. You are the sun, a gift of light. You are the moon. 昨日はこのノート忘れてたんですよ。おお、そうかそうか。う、先生と同じノート使ってるやん。これ。お、マジっすか。うまっすね。何書かれてるの。これっすか。あいつらのことっすよ。真面目やな。あ、監督の感じですか。バチンコのこと。西村、あいつらなんであんな急に頑張っとるんや。まあいいことっすね。よし、使わんからだ別に。